激レアさんを連れてきた。今回はついに若林研究員 YouTube に進出。さらにゲスト山本舞香さんの未公開トークも大放出。さあ若林研究員、はい、近年ですね、皆さんは YouTube チャンネルを当たり前に持っている時代が来ていると思うんですけれども、はい、若林さん、はい、オードリーが YouTube チャンネルを持つとしたら、はい、どんなことをやりたいですか？今コロナだとできないですけど、はい、あのひたすら一般の人と話すっていう企画をやりたいなって思ったことあります。へえ、面白いですね。なんかあの普通にいろんな街に行って普通に話しかけてあの話してくれる人とどんどん話したいなっていう話を聞きたいんですよね。どうしたんですかいきなり。あおかしいですかね。なんか私内向的なイメージがやっぱあったので、ね、はいはいはい、あそうか、そんな。でもカメラがいたりすると喋れるんですよ、あの商店街のロケとかだと。確かに確かに。でなんかいろいろ本当なのかなって思うことがあるから、なんか聞いてみたいんですよね、一般の人の意見を。その世界の人に、あの油断してるとみんな俺話しかけたいと思ってますからね。あの毎日楽しいのかとか、これマジで本当に何だろう、ニカメさんとか今日終わったらまず何すんのかなとか、六カメさんとか休みの日何してんのとか、俺知りたいですからね。油断しないでくださいよ。見てみたいですけどね。カメラさんとかでも結構本当にもう例えば4時間収録で春日のワイプしか撮らない人とかいるわけです。俺結構たまに、うん、いやー俺すごいお仕事だなと思うの、うん、本当に、うん、国を守るぐらいのレベルで尊敬してんだけど、うん、なんかそのやっぱワイプによって違うもんすかとかちょっと聞きたいですね。例えば広瀬すずさんと春日だったらモチベーションと違うんすかとか、うん、そういう細かいことで聞きたいことがいろいろある。確かに面白そう、うん、やっぱりあの一人しゃべりってすごく難しいなと思って。あ難しいよね。私たちテレビのお仕事、うん、会話じゃないですか。誰かがいて、はいはい、まあ、一緒に会話してっていうのが多いと思うんですけど、はいはいはい、画面に向かって一人でわーってしゃべるって、うん、また違う競技だなって思います、すごく。まあちょっと俺は古い人間だからなんだけど、うん、あの YouTube 見てて一人の人が一番最初の、はいどうもこんにちはって、はい、あそこ一瞬顎引かないと持ってかれちゃうのね、やっぱり。あそこだけね、他は全部すごい役に立つこといっぱい知れるんだけど、本紹介する人とか、うんうん、なんかこうバスケット選手紹介する人とかいるのよ、はい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 、はいどうもこんにちは、どういうわけでね今日はあそこがね、うっって思う時があるね。皆さんはそれぞれ掛け言葉ってありますよね。仕方ないけどね、うんうん、なんかポーズとかね、ね、ポーズとかね、うん、そうそう、一言ネタ言ったりするのもね、うんうん、もう腹抱えて笑ってますけど、うん、続いてはゲスト山本舞香さんのマイペースすぎる激レア未公開トーク。本日の客員研究員さんをご紹介します。山本舞香さんです。よろしくお願いします。山本さんは2回目のご出演でございます、はい、4ヶ月ぶりです。この4ヶ月で何か新しく激レアな体験されました？考えたんですよ、はい、ないんですいやさすがですね。4ヶ月間で私本当そうそうレアなこと起きない、うん、普通起きないですよ普通はね。考えてくれたんですもんね、一生懸命。一生懸命10分ぐらい考えました。ありがとうございます、うん、それがもう激レアですよ。いや普通ないです、やっぱり普段でも、うん、あの激レアっていうか、まあなんかね、うん、ショーレアぐらいのね喋ってる人もいるし、うんうん、いるいる。なんかもっと面白いものを持ってきたいの私は、うん、でも分かります。なんかじゃあ現場で何かありました、はい、じゃあこれを話しました、はい、全然面白くないです、はいはい、そんなの嫌。そうですよね。だったら特大のができた時に特大のを持ってきたい次は、はい、すごい、まあ、やっぱりお二人が満足するものではないといけないから、うん、そう。すごいいいよね今日スタートが素晴らしい。ありがたいですよ本当に。素晴らしい
潔いでございます。はい、まだ次回ねお楽しみにしてます。次回、はい、ちょっともっと考えます。次回なかったらなくてもいいですからね、次回も起こします激レアの方。ありがとうございます。